調査を行ったのは県や環境省、富士宮市などの職員およそ20人です。県は登山者の安全管理、マナー向上を目的に来年夏から登山規制を実施する予定で、昨日は通行料を徴収する場所など現地で実施に向けた調査を行いました。今年山梨県側では登山道入り口にゲートを設置した結果、弾丸登山とみられる登山者数が9割以上減少しました。静岡県側は今年スマホなどを利用した入山管理システムを試験的に実施しましたが、強制力はなく、山梨県とルールが違うことも課題となっていました。県は来年2月議会での条例制定を目指しています。